ゼロ。はい、皆さんこんばんは。さくらチャンネルのスープカレーさくらの北畑です。ですね、今日はですね、スペシャルゲストに、特定非営利活動法人経由者の、日澤先生をお招きしてお送りしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、日澤先生、軽く自己紹介さらっと。はい、特定非営利活動法人、いわゆる NPO 法人をやっております、経由者の日澤圭介と申します。よろしくお願いします。簡単にですね、不登校だったり、なかなか学校に行けないお子さんですよね。あとは、いわゆる発達障害、はい、最近多いって言われてますけど、そういう方とかね、そういう人の支援をずっとやってきて、2009年から NPO 法人でお仕事させてもらって、2013年に私の法人を自分で作って立ち上げて、その後にちょっと北さんにもね、お会いさせていただいて、そこからですね、活動してという感じですけどね。なるほどですね。僕と日澤先生っていつくらいにお会いしたんでしたっけ？もう2年ぐらいだったんですかね。2年ぐらいですね。坂井先生を仲介して、そうです、いろいろラジオとかでも呼んでもらって、そうなんですね、ありがとうございます。お世話様です。こんな感じでね、もうしょうもないんですけど、でですね、軽く、お話順序よくですね、日澤先生のヒストリーをですね、今日は過去現在未来にわたって、時間が尺が長いので、今日はマンツーマンなんでじっくり、ゆっくりお話できるかなと思いまして、で僕もちょっと今日はお酒も飲まず真面目バージョン聞いたらレアらしいですね、こっちは。普段はもうちょっとこうざっくばらんに、そうおんちゃんたちとやってる時はですよね、適当な感じで、それはそれで見たいんで、それはそれで、プリントをちょっと用意していただいてますんで、ちょうど僕長いんですけどさらっと読ませていただきますので、特定非営利活動法人経由者、以下括弧経由者は、学校生活に悩むお子さん、ご家庭を手助けするために発足した NPO 法人です。特定非営利活動法人ブレインハートを引き継ぐ形で2013年に発足しました。ブレインハートさんは2009年からやっててで、もうそれもご自分でやってらっしゃるんですよ、ね、これはね、僕今はもう理事長なんですけど、最近理事長になったんですけど、もともとはここに弟子入りをさせてもらって、ああなるほどなるほど、おじいちゃん社長だったんですけど、そのおじいちゃんに弟子入りをする形でお手伝いして、2012年まで会の下で働いて、でそこからもう辞めてしまうって話になって、でそして業務をうちで引き継いで、ああなるほどですね。次の、読んでいきますけど、経由者は軽度の発達障害や学習障害、また学校生活に悩む子どもたちに対し、勉強や会話、カウンセリング、レクリエーションなどを通して学び、成長を促し、状況により提携する通信制高校への入学や在学時のサポートを行っています。発達障害には一般に ADHD、アスペルガーなどの分類がありますが、実際その症例程度は様々で、軽度の発達障害の場合、障害者手帳が発行されず、障害者認定されないことで苦しむ子どもたちもいるというのが現実です。そうなんですか。そうなんです。最近ここね、これ書いた時よりはだいぶ、結構前に書いたもんなんで、最近ずいぶんは良くなってきたんですけど、やっぱりそのいわゆるはっきりと分かる障害がなかったりすると、学校でただサボってるんじゃないかとか、ちょっと変わったやつとかって済まされてしまって、そうすると本人はすごく辛いものを抱えているのに、誰にも分かってもらえないで、やっぱり辛くなっていく、でいじめられちゃったりとか、クラスで浮いちゃったり。ああなるほど。それがなかなか認められなくて、お子さんがこう苦しんでた、苦しんで、でだんだん自分を責めたりするんですよね。なるほど。自分のせいじゃないかみたいな、結局自分が悪いんじゃないのかみたいなことでですね、はい、次いきますね。また障害がなくとも学校生活に馴染めなかったり、日常生活の中で悩む子どもたちの数は決して少なくはありません。我々経由者は既存の枠組みの中ではなかなか受け皿のない子どもたち、またそのご家庭をサポートし、自分のペースで学び成長できる場を提供しています。経由者はさまざまな理由により高校進学卒業に悩む生徒、ご家庭のために学校法人、
早稲田学園、早稲学高等学校、学校法人精鋭社学院、有志国際高等学校と提携をし、個別対応、在宅指導による高等学校卒業のサポート体制も整えておりますということですね。はい。ここら辺は、少し、どんな感じで、はい、あのサポートを一人一人個別にこうだって枠組みではないですね、うん、一人一人に合わせて本当にほとんど家庭教師ですよね。でも普通に家庭教師してたりフリースクールしてたら、高校卒業とかできないじゃないですか、でそれだとやっぱり結局は苦しくなっちゃう、その場で終わっちゃうなっていう思いがあって、でこういう高校さん、通信高校さんと提携させてもらって、僕が家庭教師していく中で一緒に、専門用語サポート校って言うんですけど、サポート校という形にして一緒に勉強して課題をやっていくと、要するに高校は卒業できると、そういうシステムを作って、そういう実際になかなか通信高校にも行けないとかね、もう随分高校中退とかブランクがあって今更ちょっとっていう子に対して、その家庭教師していく中で高校を卒業させてやれると、そういうシステムを作りました。なるほどですね。でそういうの学校法人とこう提携してやってるっていう感じで、で、生徒さんは中学生高校生が主なんですか？そうですね、高校生がやっぱ一番多いんですけど、高校生もいずれ卒業して大きくなるので、結局過去の卒業生で、20歳前後であったりとか、ですね、が多くて、坂井先生なんかね小中学生多いですけど、もうちょっと16オーバーが多いかなっていうところですね、なるほどですね。そして経由者のメンバーは経由者で学ぶ生徒たちと同じように悩みを抱え、多くの人の力を助けにその悩みを乗り越えた社会人学生で構成されています。何人かスタッフさん雇ってるわけじゃないんだけど、ボランティアだったり、来てくれる人がたくさんいて、協力者はみんなやっぱ同じように、悩み抱えて、要するに発達があってとか不登校でとか、ここ辞めちゃってとか。なるほどなるほど、自分たちがこうサポートしてもらってきたから、今度先輩の立場になって、あと温かく後輩を、あとお母さん、本人は問題なく学校行ってたけど、子供さんが発達障害で苦しんだ経験のお母さんとかね、なるほどですね、たくさんいて、そうですね、そういうふうにちょっと心の病っていうのは特に経験してそれを乗り越えた人じゃないと、なかなか、難しいところだとね、リアリティがなかったりね、そうですよね、そういう人たち一緒になんとかね、ここまで2013から4、もう4年ですかやってきましたね、そうですよね、はい、で経由者はこれからも受け皿がなく困っている子どもたち、ご家庭をサポートし、意見を汲み取りながら最善の道を共に探り進んでいくことができるように活動していく所存です、ということで経由者の今、すいません長文読ませていただきます。いえ、とんでもないです、とんでもないです、とんでもないです。こういうふうにこうなんか出るんですね、メッセージ、いろ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 、あ、メッセージ見てたらちょっと今答えれる部分だったら、メッセージちょっと待ってください、はい、どうやるんだ。日澤先生の、フェイスブックページで今出てると思うんで。フェイスブックページに今いるんですけどね。なんか出てないですね。あれ？ちょっと北さんのとこ行ってみようかな。あ、はい。行ってみていいですか。大丈夫です、大丈夫です。北さんのところに行くといいのかな。なるほどね。そうなんですよ。私かけてるタッカマーもやってますから。お答えできるのをお答えしたいなって今思いながら、そうですね、だからこういうことでね、放送することによって、ちょっとね、悩みを持ってる親御さんがね、ちょっと相談してみたいなとか、そうですね、本当に結構なんだろうな、よくあるのが、本当に最近はやや減ってきたんですけど、自分とこだけじゃないかとか、自分一人だけはこんななんじゃないか、言ったら恥ずかしいことなんじゃないかとかって思うこと、皆さん言うんですけど、いやそんなことないですよって、そんなことないんですよね、人それぞれですよって、相談する場所が分かんないって言ったら、ね、そうなっちゃったりするあ、できないですね、答えたいんですけど、ね、またあとで見させてもらいます。そうですね、で、あ、コメントはすいません、皆さん後で、はい、ちゃんと見れるように答えます、見てて答えるみたいな、そうそう、だから本当に行き場がなくてね、どこ行っていいか分かんないとか、実際相談に行ってもね、ちゃんと答えてもらえなかったとか、そういうのたくさんたくさん聞いてきましたけどね、
なるほどですね。で、日澤先生がこういったのを、はい、まあ、自分もそういうのを乗り越えたっていきさつがあると思いますので、はい、ちょっとヒストリーオブ日澤ヒステリーじゃなくてですね、ちょっと今噛んじゃいましたけど、怒り出すのか、うん、ストレスでフラストレーション溜まってんのかみたいな、そんなことがなくてですね、はい、で、生い立ちですね、はい、はいはいはい、まあ、小学校、中学校はまあいいとして、あ、中学校ぐらいから行きますかね。どういった中学校だと、これですよ、有名な中学校だと思いますよ、これ。今、現在31歳ですね。31です。うん、経歴2000年4月、私立盛岡中央高等学校、あ、中央高校って、岩手だったんですね。僕もともと、母の代まではずっと生粋の岩手人で、うんうんうん、僕もたまたま、親が転勤で来た時に生まれたから仙台にいるだけで、もう生粋の岩手人です僕。じゃあ高校生くらいまでは違うんですよ。いや、ずっと仙台にいたんですよ。で、もともと親との話で、中学出たぐらいで、岩手行こうかって言ってたんですよ、結局。親が岩手出身だから、でだったんですけど、でも結局こう書いたんですけどね、すぐやめちゃうんですよ。中学校が五つ星中学校ですね。ここ結構大事です。ここから行った方がいいですね。そう、有名だ。仙台市立五つ星中学校卒業。五つ星って仙台の方は知ってた人かもしれないですけど、県下で一番こう勉強するぐらいのなんか公立なんですけど、すごい有名な進学校なんですよ。でも私立じゃないから、僕みたいにただ学校に住んでたからって言っちゃう子もいるんだけど、でもほとんどがわざわざ引っ越してきて、私立を受験する感覚で来てなんか勉強するみたいな。じゃあエリートの学校だったんですね。だったんですよ。で、俺知らなかった。入ってから知って、僕すごい困っちゃって、勉強のレベルが普通じゃないんですよ。あ、すごい高いんだ。そう、だからありますよね、ラサールとか開成とか、あそこまで行かないにしても、そういうノリなんですよ、ノリが。いや、ただ日澤先生の場合は、家が近かったから、だそれだけだったなら、なんですけど、そんなことに巻き込まれちゃって、もう勉強、不登校じゃないんですけど、それですごいしんどくて、勉強ついていけなくて、結構小学校はね、勉強できたんですよ、ただ好きだったから勉強していくような話で、そんなすんなり中学校入って、何も長くやってたら、気がついたら下から数えて3番目になっちゃって。あら、で聞いたら、普通中学校ってそんなことありえないっていうのその先生で、ただみんながもうそういう進学目指してくる子たちだから、もうついていけなくて、なるほどですね、1日10時間勉強するのは当たり前だな、先生がこうちょっとスパルタでやってるみたいな。もう中学校の時から全員に、そうびっくりだな。それで、盛岡に岩手に逃げたわけじゃないんですけど、母とのなんかお話の中でね、もう、そろそろ岩手行くみたいな感じで、まあ、いいんじゃないなんて言って行ったんですけど、その後も書いてある通りなんですけど、で入学し、2000年4月、高校入学ですね、はいはい、持病の悪化により入院を余儀なくされ、2週間足らずで休学。入って2週間で。そうなんですよ。やめちゃったんです。どういった差し支えなかったらちょっといいんですけど、今日は根掘り葉掘り聞いちゃうみたいな。この番組 NHK でありますけど、ね、いいです。スマホ片手でごめんなさい。もともと僕生まれつき、発覚したのは1歳なんですけど、生まれつき気管が柔らかくて潰れてるらしいんですよ。なるほど。だからいつもこうピュッピュッてケアしてらっしゃいますよね。そうなんですよ。これ今持ってるんですよ、ね。なんかこんな薬なんか持ち歩いて手放せないんですけど、咽頭軟化症とか気管軟化症って、後には呼ばれてくる病気なんですけど、当時分かんなくて、30年ぐらい前はなんか呼吸止まっててやばいんだけど、分かんない。怖いね。実は心肺停止してるんですよ、僕。それで。で、なんで右肺も一回破いてるんですよ。わでなんだけど分かんなくて、で大学病院で手に負えなくて、もう分かんねえかって私立病院に振ったんだけど、ランクダウンしてんじゃんみたいな、ってで分かんなかったけど、そこにすごくいい先生が、後に院長先生になってくれるいい先生がいて、その人がこうああだこうだ掛け合ってくれて、なんとか治療できるようにはしてくれたんですけど、それでなんとか生きながらえたんですけど、でも結局あれですよ、5歳とか6歳まで生きてりゃいい方みたいに言われて。だからそれ生きてたとしても、結構みんな言って最近歩くんですけど、声帯取ってから管つないで呼吸器みたいな世界あるじゃないですか。あるつくさんじゃないんですけど、そういうのが山だろって言われたんですよ。なるほど、ね、そのまま5歳まで持たないか、持ったとしても寝たきりでっていうこと言われてたんですけど、それ奇跡的にそれやらなくて済んで、で声も考察に済んだんで、すごい感謝はしてるんですけど。なるほどですね。そういうのがあって、でもやっぱりずっと体は弱くて、なんか風邪ひいたとか、ストレス溜まったとか、勉強しすぎてとかで、一時倒れては入院してっていう感じだったんで、
すごい病弱だったんですね、ほんと小さい時。今もですけど、今も。いや、見た目には、うん、見た目に、なんか強そうだけど。そうそうそう。いや、でも本当に、ね、弱くて。でもそれで、中学も中2かな、ほとんど行ってなかったりして。ああ、そうなんだ、そうなんだ。うんうん、体弱かったんですね。で、ここ入って速攻で。でも2週間でもう休学されて。で、仙台も、で、病院が仙台にまだあったんで。あ、そっかそっか。市立病院に持って、そこ入院。うん、でずっと入院に生活そうで、まあこれ岩手無理かもねって、病院マッチでまだ開拓してないし、うんうん、これ無理じゃないのみたいになって、うんうんうん、それでまあしょうがない仙台探すかって話になって、そこからです。でその後、そういう事情があって、いきさつがありまして、青山国際高等学院、うん、有志国際高等学校の前身、そう今僕がやってる、うんうん、精鋭社の有志国際の前身にあたる高校、うん、に入ったの。これ入学そう仙台で、うんうん、今たくさん通信高校ありますけど、はい、こういういわゆる株式会社率って言うんですけど、うん、学校法人じゃないところが作った通信高校って初めてこの年来て、うん、2000年にその1期生なんですよ。今でこそ結構当たり前ですけど、うん、通信高校ね、だから、一高の通信と育英の通信しかない時代で、うんうん、民間の通信って何みたいな時代だったんですけど、うんうん、ただここだと当時まだ4年だったんですよ、2種で、うんうん、1種高校ってこれ出れたんですよ、3年で。うん、だから1年無駄にしなくていいなと思って転校して、でここにまあ入学、最初入学して転校ですかね、うん、これは授業体系としてどういった感じでやられたんですか？いろいろ曲折あったんですけど、うんまあ、週に2回か3回行って、うんうん、通信高校いわゆるレポートって言われる小テストみたいなのがあるんですけど、それをこう毎日解いて月末に出してみたいな。なるほどなるほど。じゃあやっぱり体に負担にかけないように、そうなんです、療養、あの自宅で療養しながらちょこちょこ顔出して勉強するみたいな。なるほどなるほど、うん、なるほど。で無事、卒業ですよね。はい、そうですね。うん、なるほど。で2003年、4月、2005年から2005年3月まで、うん、でまた再び持病の悪化により自宅療養を余儀なくされ大学進学を断念、はい、また悪化しちゃったんですか？まあまあそうですね、もう良かった悪かったりでも、うんうん、でこの頃高3の時はすごい無理しちゃって、うん、大学選びだとか受験勉強頑張んなきゃとか、うん、レポートも結構カツカツでとかって、うん、頑張っちゃったらまた卒業してすぐ倒れちゃって倒れちゃってそっからしばらくもうこの時長くて入院こそしなかったんですけど、うん、1年半ぐらい家で療養でしたね。大変だったんですね、うん、でしかもそれもさっきの発達の話だけど見た目分かんないから、うんうんうん、みんな別に元気なのに何サボってんのみたいな、うん、あそっかそっか、だから浪人してないで大学とか受けて行きないよみたいなとか、うん、で何もしてすぐないんだったらバイトしろよみたいなこと言われたんですけど、うんうん、とてもそういうとこじゃないんですけど、うん、周りから体がねずっとそれ言われて、見た目以上分かんないもんね。そう全然分かんないんですよ。そうもちろん専門家が見れば、うん、あの喉とか、うん、この目の周りのとか見れば分かるんですけど、素人、うんうん、には判断つかないんで普通、うんうん、自分は本当苦しい苦しい、ね、うん、そうそうそうそっかそっか、なるほどね、うん、で、で治療の合間に有志国際高等にて、生徒相談のボランティアを始めます。はい、これがキャリアの一歩目です、ね、第一歩目、本当の一歩目です。だってこれはあの自分が卒業して、OB としてちょっと後輩の話とか後輩の、うん、聞いてあげて面倒見てあげてる世界です、ね、けどやっぱこういうあの学校にまあいろいろとあの事情があって、行けないから、うん、そういう人たちをこう、もちろん、うん、当時今ほどないからね、たくさん来てましたよ、うん、あそっか、それはやっぱりあのちょっと手伝ってくれないみたいな先生から、もともと僕のことをずっと教えてくれた先生が、うん、あの柳沢君ね、うん、そういうことをね興味あるんだったら、うん、今までその実績もあるんで、うん、先輩として1年生面倒見たとか、うん、やっぱそういう部分があって、うん、よかったら話聞いてやってよみたいな。なるほどね、先生に頼まれて、多分先生も気の毒があったと思うんですよ、うん、僕病気で寝てて、うん、そういう風に言われてるの知ってるから、うんうん、それもあったと思うんですけど、うんうん、よかったらやってよみたいな感じで、なるほどですね、声かけてもらってちょこちょこ顔出してとかってやってましたね。なるほどですね。そしたらバーンじゃないですか、2005年4月東北学院大学経済学部経済学科に入学されたんですね、うん、本当は違う、うん、この後に書くあの教養学部ってのがあるんですけど、うん、そこに入りたかったんですけど、うん、学力追いつかなくて滑っちゃって、うん、なるほど、滑り止めなんですけどね、うん、でもなんとか、なるほど。で大学に進学するもやっぱ体調もまず回復しなかったんですね、うんうん、でさらに怪我のため入学当時に、それまた高校入学と同時に今度休学、これ高校の時は早くて、うん、入学式を開けて次の日に休学いたしました
だんだんこう短くなっててこれちょっとこれ人体今ちょっと笑っちゃったけどごめんなさい、ね、いやいやだんだん人体痛みよって、うん、前置作業月でなんかスポーツしちゃって、ね、入学式の前の日に、うん、僕野球好きなんですけど、うん、友達キャッチボールやろうって言うから、うん、いいよって付き合ってキャッチボールしてたら、うんうんなんかよくわかんない外国人に、うん、片言でサッカーしましょう、うん、サッカーやりましょうって言って、うん、全然なんか石だらけの砂利みたいなところでサッカーやらされて、うん、巻き込まれちゃったんですね、うん、もうまあ流れでやってたの、うん、そしたらそういうサッカーやる場所ないみたいですから、うんうん、ただガッて足ひねったら、うん、いや普通捻挫と思ったんですよ、ねうんうん、そしたら病院で人体やってるってやって、うん、1ヶ月半ぐらいギブスで、ギブスでそこから1ヶ月半リハビリで歩けなくて、うん、3ヶ月で歩けなくてこれ全然自分関係ないですね、まあ、まあね、そういうことが自分も回復しない中でそんなことやるからなんですけど、ああ、ちょっとここでまたつまずいちゃった、はい、なるほどですね、しょうもないですね、しょうもないことばっかり、うん、なるほどですね、なんとかそれで2006年から復帰して、うん、復帰して、はい、で、翌7年、はい、1年生を特待生、何これ特待生表彰ってどういうことですか、これあれなんですよ、あの1年、2年、3年って特待生表彰になってます、ね、自慢みたいになっちゃって申し訳ない、これ違う、自慢したいわけじゃなくて、うん、あのうち結局そういういろんなことあって貧乏で、うん、医療費もかかるし、うん、あのまあ、私事なんですけどお父ちゃんがいなくて、うん、上司だったんですよ、はい、お父ちゃんもいないし、うん、ね、そうなんですよ、うん、で、いろんなところで病気でめちゃくちゃ金かかってて、うん、本当にお金なくて、うん、で大学も金借りて入ったぐらいで、うん、まあ、正直入ったはいいんですけど、うん、2年目以降金が払えるあてが全くなかったんですよ、正直ね。なるほどなるほど。でそれでいろいろ調べて、うんうん、あこれだと思ったのが、うん、要するに特待生って、うん、要するに首席ですよね、うん、その年度で一番いい点数取れば、うんうんうん、学費半分免除してくれるって言ったんですよ。なるほどなるほど。だから勉強は特段好きだったってわけじゃないんですけど、うんうん、この制度でいけば4年間学費かかんないでいけるじゃん、うん、と思って、で柄にもないガリ勉しました。すごい。特にこう2006年かな、うん、2006年だけはガリ勉しました。なるほど。で無事特待生な なった後も怖いんですよ。なんでですか。あのもうそっから下げるのが、うんうん、あそっかそっかそっか、行けなくなるのも怖いし、周りも期待するし、うん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 、あそういう勉強できる人でしょってイメージになってくるし、うんうん、やっぱお母さんにもこう負担かけられないしっていう、そうそうそう、いろんなことがあって、うんうん、まあ、1年生の時ほどじゃないんですけど、うん、2007、2008も結局結構勉強は2年3年と頑張って表彰されてね、なるほど、すごいな。表彰が最大とか1位取りたかったという、もうとにかく学費欲しくて。なるほど ね、けどすごいな。いやネットのある書き込みで苦学生するぐらいの学校行くなとかあったんですけど、うん、僕は本当にそうじゃないと思ってて、うん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 、なるほど、ね、本当にどうしても出たかったんですよ、ね、その時は。なるほど。まあそれと同時にがもう NPO 法人サポートルームブレインハートにもう在籍されてたと。そう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 。2年生3年生くらいから。3年生かな、3年生くらいから、うん、でまあ、スタッフとしてですね、不登校をはじめとする生徒の相談指導をこう、そうなんですよ。だからあの元々は有志でやってたんですけど、おじいちゃんについて、元々やってたんですけど、こうお遊びでってとかあったんですけど、ちゃんとねしっかりちょっとやっていこうかなっていう話で、ここには書いてないんですけど、並行して仙台市の市教委の方のボランティアもさせてもらってて、仙台市立の小学校に行って、やっぱり同じような仕事も週1回やってましたね。うん、とにかくやっぱ年食ってる、うん、ちょっとこう現場でこう稼がなきゃなと思って、なるほど、そうそうそう、体調子悪いなって思いつつも、思いつつ今しかチャンスないだろうと思って頑張って、あちこちで仕事してボンってしてましたね。なるほどですね、うん、で2010年3月卒業されたんですね、はい、で、4月に編入学、教養学部、これもともと僕行きたかった人間科学科に編入されてるんですね、うん、そう、もともと行きたかった第一志望の学部です、うん、あーなるほど。そうそう、教育とか心理学学べるとこで、うんうんうん、まあ、正直経済の先生からは成績も良かったし、うん、いいに推薦してやろうかみたいな、なるほどなるほど、でもっと研究したらみたいなこと言われたんですよ、うん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 、なんですけど、うん、やっぱり自分としてはそこでちゃんと心理学やって教育学の免許を収めたいっていう気持ちが強くて、うん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 、だから無理を言って、うんうん、やらせてもらいました。やっぱその時からもう若干自分の進む道はこういったあの道に進むぞっていう、それ自体はもう高校の下地で高校の相談やっていこうかですね。あ、そうなんだ。その効果もう、ああなるほど。あ、だからここにリンクするんですね。そうそうそう。ここでちゃんと収めるみたいな感じで、うん。そのマインドが強かったのは高校出た頃ですかね。うすうす高校出るぐらいそういうのを持ってきて、うん、でボランティアしていくうちやっぱり本当にそうしたいなって思ってです。なるほどですね、
で、それからですね、職業訓練校へ通学2013年4月、職業、まあもう2013年って言ったらね、はい、ちょっと4、5年、4年前ぐらいですかね。そうそうそう、職業訓練校へ通学、危険物取り扱い、電気工事等。これ何なんですか。全然違う、まあ、全く違うですね。こちら どういうふうにリンクするのかな。NPO って、うん、特定非営利活動法人って要するに慈善事業なんです、ほとんどがね、うんうん、食えないんですよ。そうだよね、大学行ったら良かったんですけど、うん、出たら食えないじゃないですか。そうだよね。 でもやりたいことやりたいし、ビジョンは持ってるんだけど、うん、食べられないんで、うんうんね、食い縁として、うん、ちょっとこういう資格取る学校行くとお金いただけますよっていうのがありまして、うんうん、まあ、ちょっとやらしいんですけど、うんうん、しょうがないよね。でも元々こういう電気工事士とか僕すごい好きだったんですよ、まあ、理系なんだ。理系の方も好きなんだ。理系を、本来は理系を目指して、この盛岡中高校は理系です。ああ、そうなんだ、そう、うんうん、ただやっぱりその結局矛先はそっち行ったんで分店しましたけど、うんうんうん、あんま算数もできないし、うんうん、ただもともとは電気とか好きで、うんうん、まあ、それもあってちょっと習って資格取れて、うん、お金もらえればいいじゃん、思って半年かな、1年かな、まあ、行きましたね。へ、うん、じゃあこういった仕事もできるってことですか、ね、資格取りました、頑張って。お、面白い面白い、なんか関係ないけど面白い。うん、そうなんです。で2013年5月に、あの自分の法人 NPO 法人、うん、経由者設立、はい、設立を準備して、備、うん、任意団体としてサポートルームブレインハート事業を引き継ぐと、はい、で、2013年12月ですよね、はい、本当にちょっと、もうね、ちょっと前ですね、会うちょっと前ですね、うん、で NPO 法人経由者設立で理事長に就任されるということです、ね、ついに見れる？ダメですね。ああ、そっかそっか。発注してから見れるかな。あ、分かった。これ Wi-Fi 繋げばいいんだね。ああ、ですかね。そっか。ちょっとあの場合によってお借りしてちょっとコメント後で見せようと思います。ですね。そんな感じ。すみません。そんな感じなんですね。そんな感じの生い立ちで。生い立ちでいろいろあったんですね。あ、見ている。あ、どうもありがとうございます。桜井さんね。桜井さんだ。ありがとうございます。すごい。ライブ面白いな。そっか。で今もう過去をねじっくり話したんで、はいはいはい、今現在ね、なんかお忙しいみたいじゃないですか。いろいろ聞かれてきますよ。はっちゃめっちゃやってるらしいじゃないですか。そうですね、もうね、なんか分身とかできないかなと。ちょっと現在のことゆっくり、そうですね、今現在どこでどのように。そうです、今は、うん、一応シュタル事務所という拠点は台の原の、うん、台の原マンションの一室を借りて、うんうん、あ、森林公園の近くですよね。そうです、そうです、はい、あの酒井先生と一緒に、うんうんうん、あの三本柱でやってるんですけど、一、はい、つがさっき言った高校の単位を出すっていう事業。高校の単位を出す、はい、それからあとは心理のカウンセリングの方ですね。ちょっと精神的に、うんうん、病があったり悩まれてる方のカウンセリングっていうところと、うんうん、はい、あとそれから今これからちょっとやっていこうって話もあるんですけど、発達支援の部分でね、発達支援、そういう酒井先生が見てるお子さん、うんうん、早いうちにできるだけ早いうちに関わってあげて、うん、こうそういう特性があってもちゃんと生きていけるようにね、うんうん、したいなっていう部分で発達支援、うんうん、この3本柱で今やってますけどね。なるほど、高校のやつと心理とその発達の方、三本柱で、でそこの台の原を拠点として、はい、本当に個別のスタイルでずっとやってきてます。ただね、本当にあのこれもまあまあ、あのこれからの話なんですけど、もっとね大きくしていこうなんて話は思いながらなんですけど、本当おかげさまで本当にうちの方針として宣伝はしない、年に1回10月に不登校のための進学相談会みたいな、通信高校とか定時制集まる会。はい、会合に年1回出させてもらうのと、はい、あとお付き合いで家屋新報さんとのお付き合いで、うん、年にその1回出るその不登校じゃないと進学相談ガイドブックってあって、うん、その普通の学校も通信高校も載るようなガイドブックに小さい広告載せる、うん、っていうこの2つ以外本当に広告出さないんですけど、うん、でもおかげさんであの本当に体があの分けないと足んないぐらい来てくださって、うんうん、それだけ今、まあ、需要が、うん、需要というか必要とされてるんだと思いますね。どん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 そういうの、増えてるっていうか、新聞に出るもんね、仙台とか宮城県はちょっと他のところより、遅いですよみたいな、うん、遅いし、増えてますよみたいな、生徒さんも増加してるっていう、そうそうそうなんで、やっぱやっていかなきゃなと思うんですけど、やっぱり出遅れてるとこもあって、うんうん、まあ、学校のな教育自体も、今のあれ、時流になんか、乗り切れてないっていうか、まあ、どうしても、うん、マッチングしてないから、こうなってるのかなと、それも一理あると思いますね。なるほどね。で、なんか新しい施設を、そうなんですか、その、うん、話
あ、いいですか、未来に向けてその現在の方の話、結局そういうことでニーズがとても増えてきて、はい、お母さんからの依頼も多い、子供ともっと面倒みたい、うんうん、でも、うんうん、僕一人ではもうどうにもならないので、うんうん、やっぱりそのスタッフさんを雇えるような形にしてやろうと、うん、で生徒さんもっとそういうのしようって思った時に、うんうん、事業を一つね、うんうん、福祉事業所を建てようと思って、はい、子供のためのデイケアっていうのをねこれからやっていこうと。子供のためのデイケア、一応法律文言だと初めて聞いた、放課後等デイサービスっていう風な名前なんですけど、特にそのよくね重症者の患者さんだったりのための場所だったり、うん、いろいろ例えば身体の方、知的の方っていうのがあるんですけど、それってあの、うん、僕らが今まで見てきたような、うん、軽度発達障害だったりちょっとそういう誤解されて生きづらさを感じてる子っていうのに対して、うん、アプローチできる場所をちょっと大きく作りたいなって今準備中ですね、うん、準備中で、それでそう忙しいってさっき言ってくださった、うん、それでね、うん、もうあちこち、あちこち朝から晩まで飛び回って、うんうん、大体場所的にもいろいろね、うん、まだ言えないのかな、それ、あでもいいのかな、塩釜までの方で、うんうん、ちょっといいところでやろうかなと思ってね、見てくださってる方はきっとお気づきの方もいるかもしれないですけど、うんうん、塩釜までね、うん、やっていく、うん、もしそう言ってちょっとねまあね親悩みね、うん、抱えてる親御さんとか知り合いの方がちょっと長年悩んでたりとか、そうそうそう、そういうのちょっと一声ねかけてもらえればね、そこの制度に入っていかなくても何かお手伝いできることあるかもしれないし、うん、ね、また日澤先生も横のつながり随分そうですね、おかげさまで、うん、あるみたいなんで、いろんなどっかにね振って、うん、それ少しでもね僕の願いとしてやっぱりうちで、うん、よく高校の相談来る方は言うんですけど、うち、ん、に入らなくてもいいんですよ、うんうん、でもどこにもコネクションがなくてどこにもつながりなくてだったら、うち、んうん、入らなくてもいいからうちに来て、うん、お話聞いてってください、うん、でそういう人たちもいるし、たくさんそういう学校もあるし、うん、支援者もいるから、うん、それに気づいてほしいんですってことを言ってるんですよね。そうですよね、うん、それが最初で、うんうん、まあ近いところで言うとうちの酒井先生、酒井先生とかね、西山さん、西こと西山さんとか、ね、あと宮林さんとかね、宮林さんとかもね、いろいろそういったネットワークもありますから、ね、だからうちで会わなくてもうちじゃなくてもいるし、そうそうそう、あと高校の通信制のやつのもちょっとお話ししていただきたい、はいはいはい、そのスクリーニング普通の人ってどういった感じで、うん、できるのかな、道は一つじゃないみたいな感じで、大好きだ、うん、この間ここに来てお話ししてもらったじゃないですか、はいはいはい、あれの部分をね、ちょっとね、はい、掘り下げて、うんうん、ちょっとお話ししていただけ、ね、はい、なんかの事情で行けなくなった中学生とか高校生には、はいはい、こういうふうなのが、こういう手順でありますよっていうのをちょっと、うん、はいはい、まあいろんな本当にルートあるんですけど、うん、よくほとんどの方はまずやっぱり中学受験っていうと、うん、じゃあ公立高校なのか、うん、私立高校なのか、うん、で普通科なのか、うん、職業科なのかっていうのを選ぶと思うんですね、うんうん、でそれとは別にその普通科とか全日っていう区分なんですけど、うん、まあ普通に皆さん考える高校とは別に定時制とか全寮制とか通信制ってあって、うん、その中の我々一つ通信制高校なんですけど、うん、通信制高校は普通の高校と何違うかっていうと、うん、結局さっき僕の生い立ちも言ったんですけど、うん、出席の義務がないんですよ、うん、それ学校さんによっていろんな週何回コースっていうのはこういろいろ提示はしてるんですけど、うん、あれはあくまで学校さんとの契約、塾と同じような契約であって、うんうんうん、来る義務自体はないんですよ、うん、だから極論家にいてそのレポートと年に1回ないし2回のスクーリングっていう出席確認の授業と、うん、それからテスト、定期試験、この3つを揃えれば、うん、毎日学校に行かなくても出れるっていう仕組みなんですね、通信高校。なるほどなるほど。でただそれがいろいろパターンがあって、うん、例えば毎週学校にスクーリング行くっていう学校もあれば、うん、例えば年に1回だけ行く、うん、年に1回も仙台で住む学校もあれば、うん、多いのが北海道や沖縄や、うん、多分長野県とか、うんうん、千葉とかそういうところにこう出張しなきゃいけない学校もあって、うん、年に1回行かなくちゃいけないパターンもある。でその場所、そのスクーリングの場所ってやっぱうちの子はちょっと県外難しそうだから、うん、仙台でちょっと回数多くても仙台で行くところにしようかしらとか、うんうん、で値段もピンキリでやっぱりその本当に安いところからね、うん、なんだろう、何百万とかもあるしって、うんうん、そういう本当に幅広いんですけど、うんうん、一つで言えることはやっぱりその出席が義務じゃない、うんうんうん、っていう部分で、で一番多いのは全日高校行ったんだけども、うんうん、もしくは高校行って中退したんだけども、うんうん、やっぱり高校の資格取りたい、うん、資格と欲しいよね、うん、でそういう部分で通信高校選ぶ方ってやっぱり多いですよね、うん、なるほど。一回ダメになったんだけれども、うん、それって18歳19歳とかでもトライは大丈夫、それ社会人学生ってことで、うんうん、30何歳の人も僕知ってますし、うん、記憶違いじゃなきゃもっと上の方もいらっしゃった記憶ありますよ、うん、
そっかそっか、それでだからやっぱりどうしても親御さんなんかやっぱもうここでね過ぎちゃったんでって思うんですけど、いつからでもトライできるし、いつでも遅いってことないんで、ぜひそういうことだったら相談ねしてほしいなって。やっぱうちの大学の同期でもやっぱり60何歳大学生っておじいちゃんとかいましたなるほどですね。高校もそんな感じで全然いいと思うし、それ知らないからね、なんかすごい苦しんでる人もいるし、そうなんですよ。高校卒業の資格っていうのもありますし、学ぶ形って一つじゃないってことなんですよ ね、本当にちゃんと学校普通にみんなと同じように行かなくても、ね、開かれてますよ。柔軟に考えればそういう方法も選択しうるし、さっき言った定時制や全寮制もそうだよね、定時制は夜間とかでもいいです、働きながら夜間行ってもいいですよってことだし、例えば家から帰る大変であればね、家に事情があったりして、もうそういう寮母さんがいるような学校もあります、そっちに行ってもいいし、本当にたくさんの、そこでも僕ちょっと協力はしてるんですけど、でしかも高校って言ってもそういうふうに本当勉強する高校だけじゃなくて、ね、年の半分以上はね、専門的なことやっていいですよって学校もあるし、本当にいろいろなんで、情報はぜひぜひ。なるほどね。強いの聞いてほしいな。だから一人でね、ちょっとそういうふうにもや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 ちょっとね、思ってるんだったら、ね、気軽に相談ね、聞いてほしいなみたいな感じで。ですね。で、そしてね、よかったら、まあ、代研受けなくていいですからね。そうそう、代研はあくまで大学や専門学校受けるための資格であって、あ、なるほどなるほど。高卒にはならないんで、誰はね。あ、そうなんだ。なんか高卒認定って言ったら高卒なのって思うんですけど、まあ厳密に言うと高卒じゃないんで。なるほどね。そっかそっか。それから、まあ大学とか専門学校に行けばいいですけど、そこで取って終わっちゃうと結局は学歴になってなかったりするので。なるほどね。もしそう思うんであれば高卒欲しいなって思うんだよね。それも一つかなと。金銭的にも安いのもあるし、うちはとても安くしてます、ただ高い学校さんなんで高いかっていうと専門学校と一緒になってたりして。なるほど。高校のうち専門的、例えば声優さんとか、アイドルも漫画アニメもだし、ネイルとかペットとか、なんかそういう芸術系も、そういうのもできるから高いですね。もうバカ言ってたみたいで、なんか新聞のちょっと広告で、具体的にありはしませんけど、なるほどね。先でもたくさんそういう学校さん、ね、3社4社ありますけど、そういうところはそういう夢高いと。なるほど。いうことだった。あとスポーツね、強化していくって学校もありますし、スポーツ系で強くしていきたいって。でうちなんかお金安いからに何もないですよ、来ても何か漫画描けるわけでも、スポーツで全国大会できるわけでもないし、そんな資格もないし、ただ逆にそういう学校さんもあるし、ただ全日行けなかったから、じゃあスポーツ諦めないかってそんなことなくて、全日行けないけど通信高校行って通信高校で全国大会出た学校もありますから、なるほど。それも諦めることないし、なるほどね。だから費用的に本当にすごい3桁いくような学校もあるし、うちなんか本当に条件叶えば変な話、何ですか、数万円ですね、本当にその教科書代みたいな部分以外ゼロっていうプランもありますし、だから金銭的で断念してる人とかも悩まれる、多いと思うんですよ、ね、どうせお金ないんでって言われるんですけど、ほとんどお金かけないでこっちで出せます、やっぱり国もね、ちゃんとそういうの分かってくれてるんで、ね、そういう人のための制度って作ってますから、それをねどんどん使っていけば、もったいないんでね、出てほしいなって。そういうのはね、別にさ恥ずかしがらずにさ、そういう事情なんでないのはない、ね、ないのはないんだけど、自分は欲しいんだよって。絶対何がでも高卒いないとは別ですけど、でもやっぱり残念ながらね、例えば高卒と中卒で、お給料が何万も違うとかって現実なんだよね、現実なんでね、そうそうそう、いいしね、意外と思うんですけど、まあ、そんなことやってますね。ですよね、OK ですね。で次はまあ代表の挨拶とか、まあ、あったんで、少しまたそうですね、ここからかな、思いが込められている文章だと思いますので、ちょっとご紹介させていただきます。私がこの活動を始めた背景としまして、私自身が身体的な持病を持って生まれ、また軽度の発達障害、学習障害等も重ね持っており、加えて家庭環境や経済的困難から非常に生きづらい幼少期を過ごしたといういきさつがあります。その中で福祉制度から漏れてしまったり、情報格差などからなかなか種々の支援やサービスの提供を受けられずに、より、難しい状況を余儀なくされてきたという思いがあります。また軽度発達障害や学習障害に対する認知の不足、
そこから来る誤解や齟齬も数多く経験してきました。こうだよね、誤解や齟齬ね、うんうんうん、そのようなことからこれからの時代を生きる子どもたちやご家庭には自分と同じような痛みを負わなくとも日常生活をその基礎となる学校生活を送っていただきたい。私や仲間の知識や経験を生かしていただき少しでも穏やかに日々を過ごして成長いただきたいという思いから高校卒業後 NPO 活動を始めました、はいですね、うん、そういうことだったんですね。そういうことなんですよ。自分が一番こう傷ついて、うんうん、乗り越えてきた経験があるから、まあ、乗り越えられたかどうか分かりませんけどね、うんうん、寄り添えるっていうことなんですよ、ね、うん、まあ、少なくともちょっと普通から比べたら結構、うん、まあ、しんどかったかなってやっぱ振り返っても思いますね、うんうん、しんどかったですよこれ見たら大変だったですよやっぱり言われる、まあ、ね、生まれつき の、あのハンディキャップだからね、しょうがないし、うん、やっぱりその言われない誹謗中傷じゃないですけど、うん、ありましたからね、誤解昔はね、あそういうの今でも あると思うし、今でもあると思うし、ね、見てる方に伝え思いされてるね、うん、お子さんとか親御さんいるかもしれないし、うん、本当にありますよ。あの僕らが本当にさっき言ったように通信高校って認知がないから、うんうんうん、あのニートって言われてましたよね、うん、通信高校生にお前ニートだろって、通信高校だってだって昼間は家で遊んでんじゃんみたいな、うんうんうん、なるほどね、そうそうそう、石投げられる勢いしかない、まあ、そういうね、その後ろめたい気持ち持つ必要ないのにね、うん、そうね、僕は本当にそう思うんですけど、うんうんうん、でも一時期は自分もやっぱそれ病んじゃって、うんうん、もう日中とか出るときにこう隠れてないと出れないみたいな思いもしましたよ、うん、当時はね、うん、でそういう時ってやっぱ立場が弱い時にね、敏感になっちゃうしね、そうそう、みんな見てるんじゃないかとかね、うんうんうん、すごいなんか言われんじゃないかみたいな、うんうん、しょうがないんですよね、うん、でもそこはやっぱり今時代も違うし、うんうん、みんな胸張ってね、うんうんうん、いや全然通信高校なんでとかね、うんうんうん、学校行ったら全然胸張って、うん、胸張って、うん、僕はこういうふうな考えでこういうふうに今状況にいてこうやってますよっていうのをきちっと言えるように ね、思いもあって、やっぱりそれを伝えていきたい、うん、だから僕だからさっき言ったんですけど、うん、別にねこれ目指したのは高校卒業の時ぐらいですけど、うんうん、先生じゃなくても何でもよかったんですよ、うんうん、心理師、あ、まあ、心理師を持ってますけど、うん、カウンセラーでも、うんうん、先生でもまた全然関係ないことでも、うん、そのなんかメッセージというか自分の今の生い立ちなんかを言って楽になってくれる方がいたら、うんうん、もう何でもよかったんですよ正直。なるほどね。たまたまそういう縁があってこういう形になっただけで、うんうんうん、何か一つ違えば業態は違ったかなと思ってます、ね、なるほどですね。うん、なるほどですね、うん、すみません、あと何かあのお伝えしたいこと、今何分ぐらいですかね。何分でしょう、うん、結構30分ぐらい経ちましたね。もうちょっと経ってますね。あ、本当だ、49分、50分ぐらい喋ってますね。ラジオの場合は喋ってます、はい、ですね。あ、すごいね、今の、うん、いや本当にこのすごいなと思って、うん、これでリアルタイムでね、うん、やれちゃうんで、今日はすいません、ちょっとコメントとかね、いいよ返して答えていけなかったんですけれどもね。全然今答えたいんですけどね、うんうん、お借りできないんですかね、そのスマホ。あ、うん、大変かな、うん、分かりました、残念ですね、うん、答えたいんだけどね、うん、ちょっと帰ってからですね。帰ってからですかね、うん、そんな感じですかね。そんな感じ。なんか逆に何かご質問とかないですか、うん、ご質問はなんかないです。ゆいこさん、自由学校に行こうの話を、あ、そうだ、あ、自由学校に行こうの話をちょっとしなきゃいけない、ね、ありがとうございます。そうだそうだそうだ、あ、すいません、ありがとうございます、うん、自由学校に行こうの、あのそんなコーナーで縁があって、うん、ひいさんこと日澤圭介という名乗りでですね、うんうん、まあ、どこでやってたる、ね、FM 大白さんで週1回火曜日の2時半からかけて、うんうん、僕も何回かな出させていただいて、さっきも言ってたんですけどね、78.9MHz でお送りしますけど、はい、まあ、同じようなコンセプトでやっぱりそういうのちょっとでも知ってほしいなっていう思いで、自由学校に行こうっていう番組をもう1年以上、いや1年ですね、約1年ぐらい、約1年、今度4月で1年を迎えるんですけど。なるほど。続くのかどうか分かりませんけど、うん、内容は、まあ、出演者は誰々なんですか、どういった感じで。坂井先生、坂ぴょんこと、坂ぴょんこと坂井先生と、あと西山さん、西山さんと、そうやってますね、と
で、まあ、3人で、ね、3人で、ね、うん、やってて、まあ、その時ってゲストを呼んで、うん、やっぱりその学校好きでしたとか、うん、こういう不登校の問題とかって周りありますとかって話から、うん、会によってただ趣味の話だけみたいな、くだらない会もあるんですけど、うん、いや、あの日清が釣り好きでとか、うん、釣り好きで、僕ガンダム好きなんですとか、バイクとかで、うん、それだけで終わる時も結構あるんですけど、あとは酒井先生の指導方法をどういうふうにしてるんですかとか、うん、あと来たゲストの紹介とか、いろいろですけどね、うん、最終的に僕としてやっぱ思ってるのはそういうふうにいろんな生き方とかがありますよみたいなことだけでも伝わればね、うん、いいのかなと思って、うん、あの僕思ったんだけど、あの自由学校に行こうって、うん、あれ誰考えて、あ、いいねってなって誰か3人で決めたん、あれ最初に行こうは、あれはサワッチじゃない、あれ言い出したサワッチかな、うん、そうなんだ、そうなんだ、でね、うんうんうん、やってて、そう、うん、いろんな子があったんですけど、うんうん、まあ、フリースクールっていうことで自由学校でいいんじゃないのみたいな、ああ、なるほど、なるほど、そうそうそう、僕の坂井先生がフリースクールだから、うん、僕あれで何回か出させてもらって、ラジオの、はいはい、うん、あれ、あの経験値が上がって、はい、で、はい、それにこれでこういうことやってるのがつながってくるんですよ、ね、あ、そうです、なら良かったですね、本当にね、何も、うん、本当にでも大丈夫と分からずに、ね、適当やってるんですけど、今度西山さんに出てもらおうかなと思って、あ、ぜひぜひ、西山さんもほら面白いじゃないですか、ね、話うまいですからね、何気にね、そうそうそう、で日澤先生も来ていただいて、やりたい、自由学校とのコラボで、ね、なんかね、西も今忙しいみたいなもんな、うん、あ、そうだ、あの話して、ちょっと待ってね、うん、はい、うん、ちょっと待ってね、本、うん、あのじゃんじゃじゃん、なんだろう、なんだろう、あ、出た、この人の話聞いてください、買ったんですね、うん、見えるか、皆さんちょっと判定してるけど、はい、あ、本当だ、それ、こう、そういう仕様なんですね、これ、うん、あ、それこう、こう、逆に、これを逆にしてると普通に映るんだけど、はい、こう、へぇー、して鏡になっちゃうから、はいはい、反応しない、はい、反応しない練習って、これ、うん、皆さんご存知でしょうかね、うん、あの、草薙龍春さんっていうですね、あの、お坊さんが書いてる本で、実際自由学校に行こうというそのラジオにも来てもらったんですけども、実際その自由学校に行こう撮影も北さんのところでさせてもらってですね、いろいろやってたんですけど、このね、お坊さんもすごい面白い方で、この方も不登校だったんですよ、そうね、で、不登校なのに東大出てるんですよね、そう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 、普通、ちょっとプロフィールぜひね、ちょっと今読んでてもらってお願いしますか、すみません、草薙龍春さんですね、僧侶、でしょ、行動の里代表、1969年奈良県生まれ、中学中退後16歳で家出上京、放浪の後大研を経て東大法学部卒業、政策シンクタンクなどで働きながら、生き方を探求し続け、インド仏教指導僧堺なんとか氏の下で得徳出家、ミャンマー国立仏教大学タイの総院に留学、現在インドで仏教徒とともに社会改善 NGO と幼稚園を運営するほか、日本では宗派に属さず実用的な仏教の本質や仕事や人間関係、生き方全般にわたって伝える活動をしているっていう、はい、すごいね、草薙龍春先生、すごいんですよ、もうお会いしたんですけど、すごかったですよね、ラジオね、あれ3週か4週続けて、結局ね、伸び伸びになって5週移しましたよ、お、尺収まらなくて、なるほどなるほど、無駄に撮ってた無駄話もいい話だからってかけようってなって、うんうん、結局5週間かけました、おお、すごい、ここであの撮っていただいて、ね、そうなんですよ、ありがとうございます、で、やっぱね、あの龍春さんおっしゃってたのが、うん、反応しない、反応しない、無駄な、ね、結局その、うん、どこもそうなんですけど、うん、学校に行くべきだとか、うん、学校に行かないおかしいとか、それ価値判断なんですよね、うん、でもそれ間まで学校行かないんだなとか、うん、あ、辛いんだなっていうふうにだけ受け止めれば、うん、親御さんも子供楽になりますよみたいな、うん、そういう話ですよね、要するにね、うん、そう、すごいなと思って聞いてましたけどね、俺は面白かったな、うん、あ、だって、あ、まだ YouTube に載ってないのかな、なってないですよ、ああ、そっかそっか、 そのうち、あ、そうだ、自由学校に行こうは YouTube に自由学校に行こうでね、出てきますからね、うん、すいません、あの9月分ぐらいしかないんですけど、9月分、あ、僕のあるからね、はいはい、見てぜひぜひ北さんの見ていただければ と、 あと草薙先生またいらっしゃるんですか、言ってましたね、言ってましたよね、またぜひお呼びして本出す時の宣伝兼ねて、うんうん、またちょっとあの
ぜひここで騒がしたいっていう方々もたくさんいるんで、まうんうん、今度はちょっとあの雰囲気変えてね、うん、ちょっとお話し会をしたいなと思ってるんで、うん、ぜひぜひ。あ、いいね、ここでね。そうなんです、僕それ考えてて、うん、で、リュウシさんも大きい仕事は基本的にやりたくなくて、うん、こう小さいところ騒がるのがいいっておっしゃってたんで、うん、なるほどですね、うん、ここでちょっとお母さん方呼んでやりたいなと思ったんですけど、うんうん、あとちょっと最後にあのなんだっけ、昨日からのフェイスブック見て、ええ、無明さんが、はいはい、あのお坊さんの、はいはい、これにで思い出したんだけど、はいはい、あの宮町の方で事務所持たれたって、あそこ僕の初代の事務所の同じとこなんです。すごい縁で、今あ紹介したの？違うんです、偶然なんです。酒井先生は紹介したんですけど、うん、そこは偶然で、そう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 、斎藤無明将って、うん、あの僕に龍春先生を紹介してくれたお嬢さんなんですけど、うん、彼もいろいろ立ちがあって、うん、その中であの本当に慈善活動をしていこうっていうふうに思ってる先生なんですけど、うん、あの宮町で宮町で会所なさってて、うん、本当にそこはあのよろず相談で、何でも困ったことあったら電話してっていうことだったんで、うんうん、ぜひぜひあのあの DV なんとかかんとかそういうのもうやってて、ちょっとお顔で今せっかくなんで、うん、そうですね、それで あのそこの宮松、うん、あいいね、宮松の見えますかね、斎藤無明さんっていうね、こういう方がやってて、うん、今ねあの昔金髪だったんですよね、今こういう感じで買っちゃったんですけど、その自分宮町の住所とか出てこないから、あ住所がね、せっかくだから宮町三丁目バス停で降りたら徒歩30秒です、うん、あ、そっか、ほんと何でもあの困ったことがあったら、はい、書いてるかな、なんかあのどういったことをやっ、ね、書いてます、ちょっと待ってください、 今、うん、今出しますね、せっかくだからこれどうかな、これですね、うん、あ、なるほど、相談ね、いじめ、虐待、DV、家庭内暴力、望まぬ妊娠の悩みや我が子を愛せないなど誰にも言えず苦しむ、あなたのお気持ちを聞くところですって、相談は無料、電話は24時間受付で、直接の 面談を希望される方にのために15時から23時まで、宮町相談所オープン、可能な限り常駐していますとのことです、はいはい、うん、こういう人も素晴らしいですね、これありましたね、これいいのか、こっちいいのかな、そうですね、3丁目ぐらいまででいいんですかね、うん、仙台市あ読んじゃいますか、仙台市青葉区宮町三丁目8-38クリエイターズビレッジ208ですね、はい、電話番号はまあいいかな、うんうん、これはあの無明さんのね、うん、あれ見て、見てもらってですね、ぜひお困りくださ、はい、あとさっきちょっとあのコメント見させてもらって、うん、それだけあのせっかく今見たんで答えようかなと思ったんですけど、うんうん、あの大雑把な内容での何ていうか、多分ひろみさんとお読みするのかなと思うんですけど、うん、って方から今コメントいただいてて、うんうん、あのうちの子はそういう発達障害があった、うん、けども知能は一番クラスで高かったんだけど、うんうん、やっぱりできないことがたくさんあるんですなんて書いてあって、うんうん、知能と発達ってやっぱ違うんですね、違うんだ、そこが誤解を招くところで、うんうん、そうそうそう、うんうん、やっぱり知能が高いからできるかってわけでもなくて、うんうんうん、知能は高いけれども、うん、できないことが多いって発達障害もあるし、うん、そうそう、で、できると要するにいろんなことは普通にできるんだけど、うん、知能で測ると低いっていう子もいて、うん、そうそう、だから一つの、ね、尺度はやっぱ測れない、測れないんだよ、一つ一つのやっぱケースを見てちゃんとやっていかないと、うんうんうん、間違っちゃう、お医者さんでも間違っちゃってる人いるんで、なるほどね、非常に難しいと思います、非常に難しい、やっぱそれはこのケースバイケースで見ていかないと、うん、そうそうそう、だからね、あの、うん、だからさっきのコメントくださった方もご愛称ないですけど、うん、なんかその知能だったり高いって、うん、そこ活かせるね、うん、他だ、それでだから他のことも同じ水準にできなきゃいけないんじゃないかじゃなくて、うんうん、何かその、ね、一点ね、その鋭いところがあるならそこを、ね、活かして何かし、うん、ね、していけたらいいんだろうなと思いますしね、うん、またそれをこうなんていうか受け入れる、うん、こうなんだろう、能力が高い低いがあったり割れかけがあっても、うん、それ受容できる社会だとすごいいいなって僕思ってる、そうなんだよね、どうしてもその悪い方を継ぎたくなるもんじゃないですか、うん、人間って重箱をするんじゃないけど、うん、でも実際割れかけはあって当然なんでね、みんな、うん、さっき僕も書いたんですけど、自分もちょっとそういう傾向あるし、うん、できないことあるんで、うん、なるほどね、そんなことをちょっと今思ったんで、うん、ちょっとコメントを返せる分はと思って返しました、うん、なるほどね、本当もう、ね、あったらね、今度、そうそう、今度またそうですね、ぜひぜひちょっと今日はお試しで、うん、そんな感じですね、いい、とんでもございません、本当長々と、いや全然全然、お世話様です、こんな感じで今日は終わりにし、今何分って見れますか、あ見れますね、ちょうど8時、おちょうどぴったし1時間経ったところで、皆様ありがとうございました、ありがとうございました、今日はちょっと僕あの真面目バージョンだったので、あとこの後、はい、飲んでいただいて、ありがとうございました、ありがとうございました、またねー。